旧三笠ホテルは、長野県北作郡軽井沢町にある歴史的建造物、国の重要文化財。三笠ホテルという名称は、敷地前方のあたご山が、奈良県の三笠山に似ていることから、有島育馬、ま、里見トン、山本直光によって付けられたという。玄関実業家、山本直吉による、ホテル開業は1906年5月。建物は1905年に竣工した。 日本人の設計による純正洋風建築で、また文化人在海人が多く宿泊したことから、軽井沢の六名館とも呼ばれていた。設計は、岡田時太郎、監督は、佐藤万平、棟梁は、小林大作り。建築様式は、アメリカのスティックスタイル、扉のデザインは、イギリス風、下見板は、ドイツ風、溶剤は、小瀬の赤松を、現場で製材した。 1906年、営業を開始し、客室は30室、定員は40名、宿泊料は1等が12円、2等が8円、3等が5円。1907年、本館が完成した。1910年、洪水のため流出した。1925年に経営母体が変わり、三笠ホテルとなり、明治屋に名義変更し、太平洋戦争中は、 1944年、休業し、軽井沢が、中日外国人の主要疎開地として指定された、ことから、外務省の軽井沢出張所が設置された。戦後は、アメリカ陸軍第一機兵士団に接収され、新中軍の施設となる。1952年、米陸軍第八軍の使用終了後、ミカサハウスの名称で営業を再開し、1970年まで営業を続けた。 1972年2月、日本町期信用銀行によって買収され、1974年2月、現在地の南方から70メートル移転し、1980年3月27日、日本町期信用銀行から軽井沢町に増与された。廃業の時点で春高当初の建物のおよそ50%が減損しており、1980年5月31日に、 旧三笠ホテルとして国の重要文化財に指定され保護されている。内部公開は1983年4月から行われている。ありがとうございます。